皆さんお待たせいたしました。ローダ対 FC ブルーン。現地の気候ですが、気温が0度、湿度が 87%、 雪の降り注いだ今日のスタジアム。さて北澤さん、この雪の降り注ぐ中、スタンドはいっぱいに埋め尽くされました、盛り上がりましたよね。ただ選手たちにとってはボールも止まりやすくなるでしょうし、難しい動作が要求されてきますから、ちょっと荒れるかもしれませんよね。さあ選手の入場です。さあ間もなく試合です。さあ前半スタートです。ロー3バックのようですね。いいんじゃないですか。ここは誰も走り込んでいません。このボールはスローイン。小さく回します。必要なチェック、プレッシャーを与えます。イプセクギコスペースへ出す。さあどう展開する。ボールは生きている。危ないところでした。いいディフェンスを見せます。前方へバンデノワール。おっと打ってきた。思い切って打ってきました。しかし北澤さん、自分で行きましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。先制点のチャンス狙った。外した。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。前に送って左へ出した。回します。手元の時計では30分が過ぎようとしています。さあ前にいるぞ。ここで奪い合う。なんとかクリア。二人いますよ。大きくボールを外れていきました。思い切って打ってきましたね。あとは正確性ですね。頭でレイナント取り返した。クズベブにデゴッチ。これが繋がらない。ファンデッセ。いいカットでしたね。チェックきついですよね。ロール左から上がっていく。いやー行きますね。今のはフリーだったんですけどもね。そうですね。ちょっといいでしょうか。ロスタイムが3分です。今紹介がありましたがロスタイム3分です。ドルタン。競り合います。ここは繋がりません。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。
さて北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですがいかがでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、ありがとうございます。それではここまでの動きを振り返ります。まず最初に印象に残ったシーンなんですが、前半25分、非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、決まりませんでしたけど、直前のパスも非常に良かったので、惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。さらにまた重要な場面があったんですが、前半43分、ファンデッセ、なかなかのシュートを見せてくれました。はい、まあ外れてしまいましたけど、絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。ローダとしてはこの後逆に相手のミスを奪うなど、いろいろ仕掛けてみるのも面白いと思いますけどもね。どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えて0対0、両チームスコアのないまま折り返します。後半がスタートしました。エンドが変わって右にロー、左にブールー、カウンターになるか。ここからどうする。あっと打った、ボドル思い切って打ってきました。ちょっともったいなかったですね。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。ヘッドで競り合います。これはクリアします。バンドのワーク、ドルタ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。ここはなんとかクリアです。ボドル、右から行きます。おっとミドルだ。キャッチされた。セルジオ、ファビラさん。はい、どうぞ。ホーム側なんですけど、サイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。なるほど、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。大きく救った、ヘッドでクリアします。ロー、今のところ0対0。なかなか前線で攻めあぐねという様子が目立ってきているようですが、そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。直接狙った、もったいない場面でした。直接蹴ったボールは枠の外。いや、相手にとっては助かりましたね。取られた。ボドル、いい形になった。シュートに行く。とキーパーはこれを頭上でキャッチ、落ち着いています。チームメイトが倒れた選手のところに集まってきます。イエローが出ます。ちょっと両チームともにファールが目立ってきました。ここで担架ですか。選手がピッチを離れます。直接フリーキックになります。いいクロスだ。ここには誰もいません。ロスタイムに入りました。しかし依然両者無得点のまま、ここで終了の笛が鳴りました。0対0、非常に残念ではありますが0対0の引き分けで試合を終えました。
さて北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですね。それでは試合を振り返ってみます。前半25分、非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、外れてしまったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして前半43分、ファンデッセなかなかのシュートを見せてくれました。はい、得点には至らなかったんですけど、場所としては申し分ないとこでしたからね、打った選手にとっては残念でしょう。さあそして今度は試合データです。ロー、支配率ではこちらが下回ってたようですね。そうですね、そういった場面もありましたからね。ただ一瞬の隙さえ見つけられれば電話可能なんでね、次はその辺の工夫を見せていってほしいですよね。本日の試合は0対0、ドローで試合は終わっています。そろそろお別れの時間となりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。Que hundas muchacho arriba las manos, gabacho moreno penetra tu barrio, le enseño rolas de los rock back frente, black again, esto pa la gente, it's no coincidence, the 5 foot 10. I be the show, make the room, shake it, shaking it down, I be the nigga.